めっちゃ目悪くてこうめっちゃ近い近くに近くで見てるんですけどこんばんはやっほホーみんな頑張ってください仕事とか。 今日はリハーサルが始まって今日からリハーサルが始まってと朝からリハーサルして家に来てすぐすぐウロ入りましたけど <laughs> すっぴんですえっと今日はカラコンもしてないのでリップも 塗ってないのではず <laughs> そうですねラガンなんです <laughs> 東京虫頑張りますえっとそう昨日生誕祭でしたれいこさんのアンジニアさんポンポンプリありがとう えっと今日の今日のその先に君がてさんシナモーロールありがとう今日の12時から明日の12時までお話し会の。 えっと、申し込み6時申し込みがあるんですけど、えっと、みんなコンサートとかいろいろお話会初日を迎えてやってみてもしよかったら来てほしいなって思って。 来てくださいまだまだたくさんオンラインおなし会はたくさん残ってるしもうオンラインおなし会も本当にえもう早く早く終わるのが嫌なんですもっと来てください皆さん会いに来てくださいもっともっとみんなと話したいのに早く終わっちゃうから 悲しいです。もっと話したいです。みんな。の話しおみのお話会楽しいです。楽しいです、めっちゃ。の話しおんのお話会来てくれた方、みんな楽しいって言ってくれたんです。私、みんなのことちゃんと覚える自信あるし、みんなのこと覚えますし、名前呼ぶし。<laughs> 絶対楽しいんです。 リアル優先しちゃったあ、そうやんなまあ、リアルお話し会もあるのでリアルお話司会も一部は全部残ってるのでリアル話し会も来てほしいです2部3部は完売はしてるんですけど、えっと、一部だけずつ残ってるので皆さんの力で <laughs> みんなシオンはシオンのことあんま知らないよって方え充電してたのになんでシオンのこと知らないって方も一人一人だけ一枚だけでも来てくれたら100人が来ると思いますので皆さん是非シオンのことあんまり知らないとかシオン気になるけどちょっと分かんないなって方1回でもいいので来てみてください。 人生変わりますよ <laughs>。人生変わる。トモさんかわいいありがとう。こんばんは。リアルおなし会行かせてもらおう。ありがとうパクリンさん。リアルは行くぞ。ありがとう。オンラインお話会も2人ですごくイチャイチャなし時間が多かったので私自身も今回のオンラインお話会がすごく楽しかったんです。だから今回のミッションは コンサートでシオンのペンライトを振ってくれたみんな全員が来てくれることです一回でも来てくれることが目標です雪乃さんありがとうリアル追加すらありがとうまー、あ、ちゃんこんばんはみんなアルダさんポモポモプリありがとうみんなさんあとであとであとでしたらもう遅いんですよ 遅くなりますよ押しは押せるときに押せっていう言葉知ってますか <laughs> シオンのこと押せるときに押してくださいシオンに会えるときに会いに来てくださいね昨日スルーしてないよワンポールさんスルーしてないよちゃんと挨拶したもんうん <laughs> 土日公園行くありがとうしょうくん。おすなら今でしょう。おでおと大師が再さ,されよ。あやかのファンですが、六六日の一部行きます。トヨタさんありがとう。そうやりながらね、しおんのことも会いに来て、お会いに来てくれて、しおんのこともおしになるんだ。ワンポールさんクロミありがとう。アルダさんありがとう。一部行きたいけど朝早すぎて。 あ,あ炎上遠征、ありがとう、マナちゃん大丈夫だよ。潮の肌きれいすぎ。<laughs> ありがとう。熊がやばいんですけど。こんにちは。ハローハロー。ドンさん、シナモンドロありがとう。マナさん、シナモロラありがとう。コウさん、ありがとうございます。土曜日行くね。ありがとう。久しぶり。スピンです。コウさん、クロミありがとう。 シオンの突然久しぶりになっちゃったそうだね突然公演昨日こじて突破って変っちゃったけど <laughs> こんばんは池野さん今ありがとうコウさんありがとうございます一部結構取ったよおおありがとう朝早いのにありがとうね土曜日グループワーク外れてキ,ュンキャンセルマッチおまけそう申し込んだえー、ありがとう申し込んでくれて 嬉しいイニゃンちゃんさんしのもるありがとう東京虫のしゅちょりこれぞライブっていう感じ若っぽんが言ったそうですねこれぞってライブっていうなんか言ってたよね「朝一の電車で行くかリアルの方」「朝一の電車ですか大丈夫?」「シオンに会いに来る愛ですねそれは」「どんだけ愛してるのか試してみる時間がなるかな」 ケンさんシナモロールありがとうこんばんは2人揃うの <laughs> 楽しみトラヒッピーさんシナモロールありがとうリアル寝坊したらごめんないやーアラームしてアラームしてよ <laughs> もったいないよそんなもったいないよゆきのさんクロみありがとう そうですね。まあこんばんは。私のこと知ってる方はいらっしゃいますか？<laughs> リアルの話し会のシオミン部は全部賞取ったよ。ともいろさんありがとう。ありがとう。え私はあのー。 シオンお疲れ。シオンお疲れ。めっちゃ面白いよ。俺は人生変わったよ。シオンしてよかった。ケンさんありがとう。嬉しい。やるお楽しみ楽しみ。ここにいる。こんばんは。こんばんは。えっと、知らない方に向いてのと自己紹介をしたいと思います。私は NMB48 のスピンで自己紹介してごめんなさい。 n m b 4 8の最初の韓国人のメンバーとしてえっと韓国出身で韓国純韓国人なんですけど48グループが大好きでえっと n m b 4 8のメンバーにならせていただきましたほんで今は日本語がペラペラなのでえっとみんながお話し会とかリアルお話し会を来てほしいなって思うのとえっとオンラインお話し会は うーんめっちゃイチャイチャなラブラブな時間を過ごせると思いますほんでリアルお話し会はうーんシオンの実物を見たら人生が変わるので来てほしいなって思います <laughs> 今回のコンサートを見てシオンが可愛いいなとかシオンにコンサートの感想を言いたい方シオンと話してみたいっていう思う方はぜひぜひ 一部一回でもいいので来てみてください人生が変わります瞬間後人やったよこんばんは昨日の公演行ってたよまたお話会楽しみにしてお礼子さんありがとう礼子さん嬉しいありがとう畜紹会が宣伝になった <laughs> 昨日はお見送り会だったけど土曜日は夜入るよありがとうお見送り会来てくれたんえー、絶対入れるありがとうみょんさん ごうんなさい、えー、入ってほしかったおうかんなさんありがとうはっきりアピールするのもいいねありがとう4月のお話し会からシオン初めて見て多分人生変わった <laughs> みんな乗ってくれるなおもろいシオンはね何これ 小顔になってる。なんかあるの？花になんか咲いた？違う違うか。え？何これ？花に何かえ？何？え？痛くないねんけどこれ何？え？うん。なんでしょう。 私は VTR ですコインコイン <laughs> え赤くなったうんオラフになった泣いてませんなんか目めちゃ赤いんですけどあ、泣いてませんよひょっとして昨日公演出ていた方ですかしおんちゃん好き好き の一部5枚ですが応募しましまた5枚ありがとう <laughs> 嬉しいめっちゃめっちゃあるやん違うんかなえ <laughs> はっきりえっとアッピルスでいいねとかシオンに認知してくれるのし,しめっちゃ楽しませてくれるの楽しみにね楽しいのねって認知するの好きなんです私はみんなを覚えるのが好きなんですシオン大好きシオンも大好き ガンガンおにぎりちょしませんよ。夜分。この前お話し会楽しかった。もっとこれから仲良くなろうね。れいこちゃん、もっと仲良くなろうね。よちよち。<laughs> こんばんは。ちょうど人生変えようと思ったんだ。エイジさん、エイジさん人生変えようと思ったんですか？ ほな、しおんとお話し合い、おな、お話ししてみてください。みんなともっともっと話したいんです。コカオさん、こんばんは。こんばんは。眠たいんやろ。違う。そういえば、推しの方にバレてなさそうなので、今度もあうまく、うまくやっていきましょう。<laughs> バレてないんか。オリアでしなもんありがとう。花に愛ができたの。え コンンディショ今日すっぴんですマヨネーズさんロミありがとうリアチシさんロミありがとう今4枚しか持ってないよあーそうなのか今日の東京は12月の寒さでしたえやばいじゃんそれマヨネーズさんポンポンもポありがとう大阪遠いしかっせだからなかなか行けないけど大好きな気持ちはまたくさんあります マナちゃんごめんありがとう好きでいてくれて嬉しいあさて公園行くよイップスさんありがとうシオンに会いに来てくれて嬉しいジャージー2着帰ったけどどっち送った方がいいええー、どっちがあるのピアさんありがとうございます 안바 당당한 일원이 된것 같아서 기쁘게 생각해요. 존재감이 높아진 것 같아 정말요? 어디서 존재감이 높아진 것 같지? 톰모상크롬이아 리가 또 홋카이도와 야마데 유키가 흐리마시다 수고해. 이키다. 이네 오타카츠가 가와루요시온오시따라더났이 것도 이빠이야 돼. 서 시옹시따라 온더났이 것도 이빠이야 돼. 유키노상크롬이아 리가 또 너무 좋아해. 미쯔코에 시가 낙에 띄나이노데. M に昇格してくれればあああやぴょんがねでもいつかいつか M 公演にも来てみてくださいちょっと楽しみに歌勝つじゃなくて本当ににんか他の公演のも見てみたいなっていう気持ちで一旦来てみてください一旦来てみてくださいね <laughs> 告白動画恥ずかしかった。めっちゃ恥ずかしい。あれ。皆さん、エネミーホテイトの公式のツイッターに、私の告白してる、めっちゃブリブリの演技してる、めっちゃ恥ずかしい動画あるんですけど、えっと、たくさんのいいねとコメント。コメントが少ないコメントをもっとしてくださいみんなのコメントが欲しい、シオンは。 今すぐ行け今すぐ行ってコメントしてください皆さん <laughs> めっちゃ可愛かったそうなんありがとうコメントがもう少ないです皆さんもっともっと公式のツイッターにコメントしてくださいこれじゃプライドが立たないんだよ <laughs> かんなさんありがとうまた送ってるやん <laughs> いやーでもあれはなんか私のイメージなんですかってマネージャーさんに聞いてちょっとなんかツンツンしてるのあるよなっていうなんですよだからああじゃあもうツンツンでいこうかなってなんか本当にリアルなシオンを見せたいかったからリアルな私は何ですかって言ったらちょっとツンツンっぽいやなって言われて入れた <laughs> いやもう韓国人ツンデレ多いのはそうやけど私の家族みんなツンデレなんですよ家族がツンデレででも私日本来てめっちゃ愛嬌とかたくさん増えて周りのみんなが愛嬌たっぷりすぎてほんまに可愛い,いんですなんなら女の子だけじゃなくて 男の方も優しい感じするんですツンデレがあんまいないいなってううか <laughs> そうやねだからちょっと愛嬌を学んで喋り方とかもちょっと変わったり、えっと、しゃべるトーンも変わったりして韓国行ったら結構「優しくなったね」とか <laughs>。 可愛くなった」とかね言われるねんけどほんでなんか日本に一人で住んだのもあって一人で住んでたら家族がいないから愛情表現もめっちゃ増えたし愛嬌とかメンバーとか日本のなんか日本人の方にちょっと愛嬌とか可愛い感じの優しい感じが馴染んでて。 家族にも結構愛嬌たっぷりのあ娘になってるのでお母さんのことハグしたことがあんまなくて私昔はねなんか、ね、韓国住んでた時はお母さんとかお父さんとかねハグとか抱っこした時が一度もなんかないんですよあんまなくてチューはするけど <laughs> お父さんが私をめっちゃ好きなので お父さんには時々えっと「お父さん頑張ったね」ってうっていう,っていうなんかそういう感じでまあチューしてあげたりしたんですけどお母さんとは友達っていう感じでめっちゃめっちゃなんかまあこんなことしたらダメですけど喧嘩とかしたりお母さんとそうなんですねでもなんか本当に一人で進んでみて韓国帰ったら ま、喧嘩しても、お母さんにすぐ仲直りしたり、お母さんにさ、さっき私が最初から、なんか喧嘩になっちゃったら、怒っちゃってごめんねっていうか、そういうのを言ってくる、私が。言う。傷つけてごめんねとか言うねん。なんか、やばいんやろほんまにやばいんやろ 友達ともあんまりも喧嘩を一節しない人になりました <laughs> でも友達とは喧嘩をもうすることがなくてゼロなんですけどそれは言えるけどお,かお母さんとはほんまに喧嘩するんですよ <laughs> やっぱ一番近い家族だからかなって思うけど自分の巣を出す人なので 自分のありのままの自分を出せる人がお母さんだかなって思うから韓国の女子きつくはないんですだから韓国にも結構優しい人も多いし愛嬌たっぷりの人多いけどやっぱ人は似てるる人と遊んででじゃないですか私は結構ツンデレだったので家族がツンデレだしだから周りにツンデレの女の子しかなくて。 ちょっときついっていうかきついんじゃないんですけどしっかりしてる女の子が周りに多かったんですよでもなんか日本で進んで帰ったらもうなんか私はもう <laughs> 狼の中の羊みたいな感じになっててめっちゃなんか友達よりもっともっとなんか柔らかい人になっててうんなんか友達 いつもなんか自分の自分の話をしたりいつもなんか自分の「これ激横プンプンだった」とか言ったんですけど全然なんか言わなくなったし友達のなんか言うことを聞く人になったなんか友達がこう言ってきて「こんなことがあったよ」とかなったら「えー、そうなーめっちゃ大変だねー」とか言ってなんか聞く人になりましたこれは <laughs>。 やっぱり社会生活をして一人で住んでアイドル生活をしていろんな人を会っていろんな性格の人で会ってえっと話をしてみてこんなまた性格とか人の接し方が学んでて学べて変わったかなって思ったんですけどまあいろんな大人も会えるしちょっと現場とかいたら礼儀とかもすごい大事なのでそれを。 学んだかなって思ったんですけどまあそれこそリアルおなし会とか <laughs> オンラインおなし会はえっ、ー、と韓国人の私に日本の皆さんのまた日本の礼儀とかを教えて学べる機会にもなりますと思うのでなれなれますまた韓国とは違うことをたくさん教えてもらったりしたいし うん、めっちゃびっくりしたのはなんか反省会とかであぐら抱かかえてこう座り三角座りじゃないんですよ韓国はでも三角座りの方が礼儀正しいっていうなんか言われてびっくりしたんです最初は韓国は全然そういうのをこだわってないので結構女の子もあぐらかかって座ってるけど だから最初はちょっと覚えてて。ほじゃあねっすよ。しおんちゃんこんばんは。こんばんは。めっちゃまた話してるやん。ちょっとだけするつもりやったのに。めっちゃ話してるやん。またまたおしゃべりしてるやん。私。ともさんシナモンノールありがとう。10月の6日会えるよ。たかたんさんありがとう。待ってるね。 待ってまーす。10月の6日 <laughs> 公演なん公演え、違う !11 月の6日じゃないのチョリース、ミンミンさんありがとう。塩見に実際告白したらことあるえ私告白したことはない。えないよな。ないよね私告白したことないよね。あるあるの えしようとは思ったことあるんですけど結局できなかったんですいつも怖くて <laughs> 無理です狼から犬になったんですか違うんですさとしサトシさんありがとうミッション完了アンジニョンさんワイさんありがとうございますコメントしたみんな NMB オフィシャルで出てる 極悪動画に恥ずかしいからみんなコメントしてください。恥ずかしい。<laughs> いいねもたくさんして。お願い。コメントして。お願い。ぶったけよ。ぶったっけ。ぶったっけ。苗えもんてれれけ。 語るに好き <laughs> めっちゃ話していいんやでずっと聞くよありがとうめっちゃ聞いてくれるやんみんなが食べる時にお皿を持つとかもう違うそうお皿持って食べるのも違うんですでもやっぱり韓国帰ったらやらなくなるし日本帰ったら自動的にやることになる私今日本帰ってきたらまた、えっと、ご飯を皿持って食べたり 韓国たらやら全くやらんねんすごいよねやっぱ環境の違いすごいよねじゃあアパボやよ病薬味病弱味病薬味ピアさんありがとうタイムリー友達と大人になろうと思ったえモナちゃん星になってるうん <laughs> 그렇게 시간이 안흘러는そ 같은데요? うそう。고う을うそう。そう。そう。나라そう。そう。 맡てる. 좀 전에 하고 왔어요. 감사합니다そ 코멘트 そう。そ요 코멘트 うそう。로나そ도そ 와시 코멘트そう。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 분짜리영상う데 힘드네요. う그う ミミさんシナモロールありがとう座って食べる時も縦肘とかおおダメやんな日本は韓国は結構ありますよそういうとでも、まあ、韓国でもそれは礼儀は正しくないって言うけどありがとうみんなスパーマンさんもありがとう 昨日は劇場公演でせいちゃんって言ってくれてありがとうございました。いつも見てます。可愛いです。せいちゃんありがとう。来てくれて嬉しかった。これからもま、たくさん来てください。せいちゃん。ありがとう。ラブ。ど、こんばんは。まなぶさんありがとうございます。キャノブルさんありがとうございます。初コメしたよ。ありがとう、コップさん。初コメありがとう。こんばんは。 ショールーム終わったら2回目のコメントします北野モ,モーレイさんありがとうございます夜お仕事行く前にコメントしてトンちゃんさんありがとう仕事頑張ってミナさんありがとう鍋の蓋でラーメンを食べるとかラーメンえ鍋の蓋でラーメン食べるのめっちゃ美味しいね日本はダメですかラーメン蓋でラーメン食べるのめっちゃ美味しいんですけど マナブさんありがとう。友達と喧嘩中だったの。なんで喧嘩すんの <laughs> えどうしたのモナちゃん <laughs>。喧嘩はよくないよ <laughs>。何が間違えてるのかをちゃんと正しく見てえっとまずは自分から謝るのが勝利の一方なんです <laughs>。自分から謝ったら向こうも謝ってくるんです。 喧嘩で時間を無駄にしないようにし,しましょう。大事な友達を忘れちゃダメよ。失っちゃダメですよ。翔くん、ありがとう。あとで10個のコメントしてくるね。すごい。かわいい。ありがとう。ゆきのさん、ありがとう。ほうれい、ぼうれい、ぼうれいさん。こんばんは。鍋の蓋であんま食べないね。あ、でもラーメンだけ食べるかも。韓国も。 もぐもちんちゃわしちわちんちゃわしちふたでラーメン食べるめっちゃ美味しいやってみてみんなでもラーメンだけやけどふたこう持って食べるねめっちゃ美味しいねえなんでだろうめっちゃ美味しい気持ちの問題入い雄大さんありがとうスピン可愛いいって謝ったらそこで試合終了だよえ違う謝った方が楽やねんは シオンチルドレンまだわかんないです。でも、シオン、シオンが大好きな8期生はいっぱいいるので、シオンチルドレンが多いと思います。こんばんは、こんばんは。シオンちゃんの今日の夜ご飯は、あ、もうさっき食べた、チュロス食べた。もう念願のチュロス食べました。だって、前もチュロス買おうってなって、チュロスを売ってなかったので、ユニバ行くしかなくて、ユニバ行けなくて。で、東方で、 映画見ながらチュロス食べようと思ったらその時えっと8時超えててしてなかったんですよだからパークスシネマでえっとチュロス売ってるしパークスのシネマに行ってキャラメルポップ君は帰ったけど私の前で急にチュロスが完売されてチュロス食べれんくなってその時映画ドッグフォーキャラメルポップ君しか食べれんかったんですけどでその時にまた後で食べようと思って今日ねリハ終わって チュロスを買いに、東方シネマに行ったんです。お持ち帰りしたくて。でも完売してて。ええ、じゃあもう、ナンバーパークスシネマでお持ち帰りしようと思って、まあ時間あるなら一人で映画見ようかと思って行ったんけど、またチュロス完売してて、ナンバーパークスも。ほんじゃ、カラオケで一人でなんか久しぶりに歌おうかなと思ったら、満席だって満席でした。 で、いろんなパン屋さんも巡ってもライフとかスーパーとか巡ってもどこにもチューロス売って,売ってなくてもう激おこプンプンなんですけどでもさお昼の2時ぐらいに行ったんですけど2時から完売してるってありえへんわでもでも家でウーバーイーツしてチューロスを <laughs> 3本。 多いけど3本からだったのでチュロス3本を <laughs> 頼んで食べましたよ美味しかったですめっちゃ美味しかった次はユニーバーでチュロス食べたいなさとぽんさんありがとうコメントしてきてありがとう名古屋の名物の味噌煮込みうどんは鍋の蓋の 取ってサラにして使うところがあるあそうなんや一緒だラメント今見たかわいいやんかありがとうトヨタンさん僕はシヨシヨンコです <laughs> ええ子供チュロスだけで足りてるよ3本だからね飲み物もいっぱいなんだしゅんちゃんかわいいから いになってくるあ謝っててくくるるあ謝そういうこと仲直りしてくるのモナちゃん韓国では年、ね、年上の人とお酒飲む時は口元から隠すとか見たことあるそうだね口元とか隠してるよねごめんそ,そんななんか口元隠してお酒を飲んだことがなくてごめんなさい分かんなかったでもドラマで見たんです男が結構してますよね「ワンプルサーハートありがとう」 シオンちゃん、かわいいから、あれ、謝ってくる。<laughs> おもろい。チュロス、人気メニューへよ。ワンポルスハートいっぱいありがとう。チュロス、そんなに人気なのほんまに。わかんないよ、私も。どんだけ人気やねん、マジで。なんでなんで、シオンが行くときにないのうん。チュロスが私の嫌いなのかなで、友達に言ったら、 チュロスに嫌われてるやんって言われて <laughs> いつになったら好きになってくれるのかなって思って <laughs> あ,あじゃあしょうがないなウーバーしようって思って <laughs> 幸せになりました以前塩見にあいうえを作作文作したツイート見てもらえましたかあいうえをえせあれ縦で買ったやつなん 書いたやつリアル追加した8期生はどうしたらいいですかえどうしたらいいのって何もしなくていいよまー、あ、ちゃんは <laughs> 何もしなくていいよまー、あ、ちゃんは私だけじっと見てたらいいよかんなさんありがとう指輪としてってつけ部書いてて機能はしてくれなかったあそういうこと指輪としてってってつけ部か え、名前は読んだけどさ、スケブの、ごめん、目がちょっと悪くて見えんかったです。<laughs> すいません。目が悪くてめっちゃ。また、次はちゃんと見る。<laughs> はじめまして。パクリンさん、ポンポンありがとう。 コメもしときましたあありがとうかわいいありががととうういいござまますまだチュロスも両思いじゃないのねそうチュロス大好きなのにミルルもポップコーンだけ買いによく東方 <laughs> シネマズ行ってたってあそんなんそんなんですかそんな好きなんやミルルンさんだからなんか公式プロフィルに「ポップコカラメルポップコーン好き」って書いてたからえっと私のうちに来てくれた時にライフで「 ポキャラメルポップコーンを買ってあげたんです <laughs> で、オ香さんはなんか抹茶ものっていう書いてたので抹茶のパンとか買ってあげました <laughs> アンジニョさんしのもありがとうスミノさんはチルダルンになるのかなチルドレンスミノチルドレンとかあるのかなありそう ワンポルハートいっぱいありがとうこんばんはケンさんもハートありがとうわおケンさんハート100個ありがとうございますわお <laughs> まあそう今日ね今日はね,日はねちょっとチュロスの話をして映画見なくてもポップコーンは買えるそうだねなんかお持ち帰りもあった お持ち帰りできますか?」って言ったら「大丈夫ですよ」って言われたけどチュロス完売されて「あすいません大丈夫です」って言って <laughs> 10月29のオンラインで会いましょう「せいちゃんありがとう!」また29とかまたよその時またよかったらまた来てくださいねワンポールサハートいっぱいありがとううんノさんもたるまありがとう今から夜ご覧作る。 美香ちゃん。おいしいもん。たくさん食べてね。なィやくまさん、ありがとうございます。はじめまして。11月の6日、リアルを行くのでよろしくね。ゆうりさん、ありがとう。わ、楽しみです。めっちゃうれしい。またよかったら、オンラインお話し会とかも来てください。楽しかったら。ぜひぜひ、会いに来てください。また。ありがとう。ぜひ、楽しませます。ゆきのジェンダルマ百100、ありがとう。昨日、M コイン当たったのに、 身分証忘れて入れなかった、えー。えみゆーちゃんほんまですかやばいそれはもったいない。ねえでも次また入れる時があるかもしれないので、その時は身分証忘れずに来てね。ドジッコや、ドジッコドジッコドジッコだ、シオンと同じやん。<laughs> カンナさんありがとう。違うやろ。おなしかの話やろ。おなしかの話してた。たかださんありがとう。コグマあげる。コグマコグマ好きコグマもぐもぐ。うみちゃんありがとう。もぐのげぷしらだこよ。ちょんちょんまにもぐんで。 しおんちゃんとオンラインでもまだ話す、話できるの楽しみ。もなちゃんありがとうまた、直接会えたらいいね。もなちゃんはかわいい。ちゃんありがとうま、まなぶナブさんありがとうこの間オンラインでしおみんかわいすぎて記憶が、記憶がないので買い足してくる。<laughs> 天童マンさんありがとうございます。 えー、覚えてくださいしおんのこと私は天丼マンさん覚えてんのにしおんのこと忘れちゃダメだよ <laughs> 趣味こんばんはぶさんシナモロールありがとう宮本さんありがとうございます稲子ちゃんさんありがとう11日の公演申し込んだありがとうみなみちゃん待ってるねナディアクマさんありがとう11応募しますみよちゃんありがとう当たりますようにみんな <laughs> そうですね8出て 11も出ますそして東京ライブもリハ始まったので頑張りますうんえっと最初のお話し会だったんですけどすごい楽しかったんですけどもっともっとみんなと話したかったって思うんですけど私早く終わっちゃって悲しかったですだからもっとみんなが来てほしいなって思って。 伝えた,かったですもっともっと来てくれたらしおんはもう朝から晩までみんなと話がしたいですみんなと会うのが好きなのでえっとまあさすがに7時から朝の7時から夜の1時とかやったらみんなも大変かもしれないけど私は1部あ私23部ぐらいなのでちょっと足り 足りないとか思う方はもっともっと来てほしいしえっ、ー、とまあ心は一部から9部までしたいので <laughs> もうそのなんか一部から9部までのみんなを全員を毎回毎回もう押しても押しても見たいので会いたいのでその心で頑張りたいので皆さんも是非また一緒に会いたくなったら来てください。そして気になった方も ぜひ話してみてみください一回でもいいので、えー、と楽しませる自信がありますリアル話し会もねえっ、ー、と実物が絶対いいので実物見て結婚したくなったらそれはもう自分は分かんないんですけど <laughs> リアル話し会も朝なんですけど是非一緒に朝活しましょう みんみんさんありがとうブー吹いていくのはめちゃめちゃ嬉しいよねそうだねケンさんありがとう今日は一日寒くて今からキムチ鍋食べようとしますえキムチ鍋いいやん東京もし行くからありがとうリハ頑張ってね昨日学長公園で塩おみんお大漁 で汗かいてるので、見ていて心心配になりました。汗かきなのかなーって。え、私めっちゃ汗かきなんです。もう若ぽんさんと結菜さん、なみの汗かきなんです。<laughs> だから三人でなんか汗かきユニットしたいなと思ったんですけど。<laughs> ミカちゃんありがとう。話したない、話したいやないよ、ぶっ飛んだって。 ありがとう私か会15人しか取ってないえっ15人多すぎるやろワンポールさん多すぎドーナツの穴ってちょうどチュロス通せるよねえ <laughs> いいなそうですね劇場公演もたくさん出るのでリアルループドるケをああ オリャージュシカムザミダン。本に、本日のギャグお願いします。ええ。なんでしょう。朝をもむか。夜をもむか。どっちも寝てます。<laughs> <laughs> これからオンラインに言うとリアル楽しみ。 아세, 네, 아세, 캄わない人も 오るんですけど, 同じ頑張ってるのに,아세量が가う운んですよねりな리 난데다로. 콩나물 김치만 퍼주고 싶어요 부대찌개 먹으면서. <laughs> 뭐야? 그건 날 싫어하는 거 아니야? <laughs> 햄도 줘. 햄도 달라고. 왜 오빠만 햄 먹어? 나는 햄안 줘? オッパと思うだ。ゃあ色込うじゃ、いろこめへんじゃおっぱくりきじょんさらみや。リアルなし会まで待てないから、リアルも取ろうかなって。わありがとうオンラインも取ろうかなってかな、これ。ありがとう、みゆちゃんしょは、いつでも待ってるよ、みゆちゃんのかわいい顔にチューすることを待ってるよ。<laughs> 오머나! <laughs> 이마 <laughs> 노립してるの見たけどもっちゃんといい勝負だと思ったどっちも思んない俺公園見て汗だくですがええそうなんですか? <laughs> 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 PTSDおっぱは <laughs> 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 왜 나한테는 해만 주냐고 <laughs> 괜찮아요 저는 그런 말안 해요 <laughs> 저는 오히려 누군가와 같이 먹으면 오히려 약간 양보하는 스타일이랑 혼자 먹을 때는 잘 먹고 많이 먹는데 누군가랑 있으면 그냥 아 그래 너 먹어 약간 이런 느낌 먹고는 싶은데 그냥 뭔가 성격이 바뀌었어요 많이 아 그냥 그래 너 먹어 약간 이런 느낌 뭔가 왜지 나도 잘 모르겠는데 바뀌었어 마나부 선 아리가토 고자이마스 代謝がいいのの,の証明かなそれがめっちゃいいとことと思う。そうだね。代謝はいい人はね、汗がたくさん出るんです,ですし、まあこんだけめっちゃ食べてんのに <laughs>、確かにこんだけ食べてんのに、まあ普通っていう感じの感じやったら、やっぱ代謝いいから汗かくし、なんかそうね、維持してるっていうか。 めっちゃ食べてるんです。みんなが思ってるより想像以上になんかめっちゃ食べてる。なんかフードファイターみたい、私。でも食べる時が一番幸せやし。<laughs> でもなんか秋になったら食欲がなくなって、なんか秋は食欲の季節なのになんか夏とか食べて、秋になったら結構食べないんですよ、私。 なんか夜になったら食べないっていうか今日も4時ぐらいチュロス食べて今もうなんかはみがえちゃって何も食べなたくないし今日は朝にサラダ食べてうとチョコスティックのパン3つあって食べていらしてえっと昼ご飯があったので昼ご飯ちょっとだけ肉は全部食べた肉食べて えっと、まあお弁当食べてその後からえっと牛ご飯でチュルスを食べて終わりましたこれねえっと夏の自分に比べたらもうほんまに半分になったんです食べるもの量がめっちゃ半分になってやばい <laughs> でもこれが普通やなこれは多分普通だと思う でもそんなもうお腹空いてないし、なんかまあいいかってなるんです。だって秋大好きだもん。なんか食べなくても、その秋の雰囲気とか匂いとか。秋がほんま好きなので寒いのが好きなので。秋から冬が好きで。もうなんか秋になったのが嬉しすぎて、何も食べなくていいやってなる <laughs>？ 大好き。冬の服も好き。せいちゃんは韓国語でなんて言うんですかせいちゃんは韓国語でせいちゃんです。せ <laughs> いちゃん。ゆきのさんありがとう。잘먹는남자가좋나요깔끔といいの <though> んの남자가좋나요깔끔とんの남자는무슨남자예요 あんんな,んなんだしおんちゃん食欲の秋じゃないのかそう私なんか逆ですビーツ公園でしおみんの新キロを7回見て見てたみたいだえそうなんしおみんにはまっちゃおういや結構食べてらっしゃる <laughs> そうなんですか アッのおいしい果実はよく食べるのかな私、果物あんま食べないんです。今俺、青春モーデル俺は平安ミスク、センガリンで。早くね。 1>, 1月の1日になっておみくじ引いたいなほんで今日はショールもやったし大丈夫です今日もこう今日はできたし大丈夫でみんなと会えたし大丈夫なのでえ牡カキ好きやで私嫌いなものないんですよえっとキノコと 生の玉ねぎとか生のなんかニンニクとか生物はできないですけどその以外は全部食べれるはいじゃあラン,ランキング読んでいたします来てくださったら嬉しいです今日は可愛い人になるます梅干しは嫌い梅は嫌い んは食べれへんだからあんたが食べて横でみんながねシオンの代わりに梅食べてよ1700にも見てるありがとうございますなんでだろう病薬のすっぴんだから <laughs> なんかめっちゃボブに見えるあボブ 違うボブになりましたよあ、違う知らんもう知らんこんばんはランキング読みますこんばんは皆さんぜひお話し会 来てくださいシオンが知らないって方もぜひ来てみて人生変えましょうはいほな13位はコウさんありがとうございます12位アンジちゃんさんありがとうございます11位アウン,ンポルさんありがとうございます10位ミンミンさんありがとうございます9位 HY さんありがとうございます8位ケンさんさんありがとうございますえっと7位サトパウさんありがとうございます6位ニョんちゃんさんありがとうございます 5位、オリりあずしさんありがとうございます。4位、マヨネーセさんありがとうございます。3位、まーちゃんさんありがとうございます。2位、ともさんありがとうございます。1位、ゆきのさんありがとうございます。ゆきのさんおめでとう今日1位ですありがとうこの配信来てくれてありがとうございます。各ドラマの E さんに、E さんジューさん、ハンドル えっとえっと、ハングルみんなゆっくり休んでください。今日もお,しお仕事お疲れ様でした。みさん。おな劇場公演もたくさん来てくださいね。紫と白を振るんだよ。公式本公式ツイッターのシオの告白動画にもコメントといいねするんだよ。みんな。バイバーイ。 今日はインスタ載せますので待っててみてくださいね。バイバ